なります。さて、続いてはシリーズでお届けしている生駒歴史探訪です。今回は生駒に伝わる縁の行者の伝説を今木さんに伺いました。ではご覧ください。今木さん、よろしくお願いします、はい、今回は鬼取町にやってきました。今木さん、この鬼取という地名は何か鬼と関係があるんですか？生駒にはね、昔縁の行者さんがこの地で鬼を捕まえて、そして心を入れ替えさせて自分の弟子にしたという伝説が残っています。だから鬼を取った、鬼を捕まえたというところから鬼取という地名が生まれたんだというふうに言い伝えられています。やっぱり鬼と深い関わりがあったんですね、うん、そして今のお話にもありましたように、縁の行者にまつわるお話もいくつか伝えられているということなので、今木さんにお伺いしていきたいと思います。生駒市内にはね、縁の行者さんのお像がたくさんあるんだけれども、この京光寺にあるこのお像はね、上町の長久寺というところにあるお像とともに一番古い立派なお像だと思います。で、見ていただいて分かるように堂々としたね、重みのある彫刻で、彫刻としても優れたものだと思います。ここ京光寺は生駒市を見下ろす場所にありますけれども、はい、前に今木さんと訪れた暗がり峠でも、はい、こちらと同じような石仏ありましたよね、はい、ありましたね。だからさっき言ったようにたくさんの縁の行者のね、お像が祀られてます。ということは生駒市内で地理的に近いこともあるけれども、大峰山にね、行者坑という坑を作って、坂に登って修行しておった。だからそういう信仰の厚い人たちが行者さんのお像をね、刻んで祀ったんだと思います。今木さん、こちらに石碑がありますね、はい、大峰山上70度って書いてますけど、はい、これどういう意味ですか？はい、さっきもねお話ししたように、生駒市内にはね、三条湖、山の上の湖とか行者校というようなグループを作って大峰山に何回も登ってた熱心な人たちがたくさんいたんです。で、そういう人たちの中には一生のうちにね、30回登ったとか50回登ったとかで、ここに刻まれているように70度登ったとか、自分たちの信仰心の熱心さ、そういったものをこういう石碑に刻んで後世に伝えている。この石碑もそんなに古いもんじゃないですけれどね、そういった石碑が市内にもたくさんあっちこっちに残ってます。じゃあこれは70回登ったという証なんですね。そう。京光寺から歩いて10分ほどのところにあります覚林寺です。この覚林寺、京光寺と比べると新しいですよね。そうですね、ずいぶん前のお堂が古くなってたので、鬼取の人たちが力を合わせて新しいお堂、こういう立派なお堂を建て替えられたんです。この覚林寺にはどんなお話が伝えられているんでしょうか？やはりね、縁の行者さんが鬼を捕らえたという伝説がいくつか残ってます。それは鬼と縁の行者が関わっていくという話ですか？いくつか紹介しますとね、鬼の夫婦がね、村里の子供を食べてしまった。そして、行者さんがそれをたしなめるために鬼の子供を隠した。そしたら鬼の夫婦もやっぱり親だから、嘆き悲しんでおったので、行者さんがね、人間も鬼も一緒だと、子供というのは大事なものだから、これから悪いことしたらいかんぞと言ったら、鬼たちがね、心を入れ替えて、行者さんのお弟子になったと。そして、仏の弟子になるんだからということで髪を切り落とした。それからまたね、毘沙門天さんが天から下ってきて、
鬼を縛り上げて北の方へ飛んでいった。で行者さんが追いかけていくと南田原の岩倉寺というところへ、飛んでいったので追いかけていって、そしてその岩屋の中へ鬼を閉じ込めて毘沙門天さんのお像を作って祀ったといったようなお話が伝わっています。今木さん、祈りの地とも言われる生駒には多くの行者たちが修行の地として住んでいたんですね。そうなんです。実はね、古い古い文献にはね、縁の行者さんが生駒へやってきたというようなお話は一つも出てこないんです。で伝説というものはね、生まれた初めは大変内容が簡潔シンプルなものなんだけれど、時代が下ってくるとだんだんとね、お話におひれがついて、そして内容も豊富になってくるんです。で生駒の縁の行者の伝説もね、同じことだと思います。生駒の山の中で修行しておった修験者の人たちがね、村里の人たちに縁の行者さんの鬼の退治をしたお話を話し語り伝えられた。でそれが生駒の土地の風土に溶け込んでね、そしていろんな伝説がまた生まれてきたんだと思います。縁の行者は実在した人物ですが、生駒に来たことは分かっていません。人々を通じ語り継がれる中で、現実と空想が混ざり合い、やがて伝説となります。鬼という字がつく地名などは、こうした鬼伝説が由来かもしれませんね。いかがでしたか。このようにラブリータウン生駒では、毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら、電話74-1111、内線222、生駒市広報広聴課までお願いします。なおファックス 74-9100 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それではさようなら。